さあ変わって中国のペアです。ダン・ジャン・ハオ・ジャン、16歳と17歳のペアです。昨年の世界ジュニアのチャンピオンのペア。いや、非常にパワーのあるペアですね。特にあの男性のジャンはですね、もう非常に力が、リフトが素晴らしいです。ただその反面ですね、スケーティングにもう一つ難がある。ですからショートプログラムなんか的にはですね、2分40秒ですから力で押し切れますから、いい面が出ればそれなりの点数を取れると思いますね。最初がトップループサルコーセル、これはいいですね。それからの3回転連続ですから、これは非常に難しいです ね。準備の動作がありませんからね、高い評価になりますね。キャメルからシット、そしてキャメル、ちょっとこの辺がですね、まだまだやっぱり若いですね。ユニゾンという面ではどうしてもやっぱりもう一つですね。リズムのはっきりした音楽で、やっぱり自分たちの持っている欠点をなるだけ見せないような、なるだけスピーディーに動くプログラムを組んでますよね。そういう点では、うまく使っていると言ってもいいと思いますね。トーラッソですね。トーついて上がってくる、そこからすぐにバーッと上がって変化ですね。ディスバイラルバックインサイド、これが規定です。こういうペアスピンの時のキャメルポジションなんかがもう一つ綺麗になるとですね、もっと点が稼げるんですけどね。ツイストリフト、高さといい、素晴らしいですね。今のツイストのランディングの時にですね、女性の方がトーをタッチしている可能性がありますね。だからそこら辺がどうかですね。高さは非常に十分ある。それでこれは専門的に言うとラダーツイストといって、ちょっと斜めになるんですよ。普通はまっすぐのままで開いてもらうんですが、横になるとどうしても足の開きがですね、十分でないように見えるんですが、これは縦軸を中心に両方がその同じ角度で開いてればいいわけですからね。だから横になっててもいいわけです。ですから横になって回すっていうのは難しいわけですね。だから技術的な面では非常に高度なものをやってるんですけどね。でこれはサルコですね。そのもうこの時男性の方まで一緒になって飛び上がってますね。そういうところがまだなんですけれど、でも思いっきりよくやってますよね。これがソロスピン、キャメルから入るんですけど、男性の方のポジションがもう一つなんですね。ちょっと体開いてしまうから、やっぱりどうしてもコントロールしづらい。女性の方の段の方はですね、もうやっぱり1年でもうすごく体が成長してるんですね。そうですね。ところが姿勢はいいですよね。ですからそういう面ではとてもいいもん持ってるんですよね。だから問題はやっぱり男性の方のフットワークがこれから良くなればなと。で今このリフトの時の手の位置なんですが、ここのももの付け根のとこはいいんですが、あれがもし足の方に行ってしまうと、これがまた減点になりますね。ツイスト、ラダーツイスト、これは素晴らしいんですけど、降りてきた時にちょっと寄っかかり気味なんですが、それも完全に男性の方に寄っかかってしまうと、コラプスといって減点になってしまう。
だからまあそこら辺なんですけどね。まあ、あの技術的には非常に高いものを持ってますね。まあファーストマークとセカンドマークがかなり差は出てくる。でもまあ今日この演技は全体としては非常にうまく滑ってますね。ファーストマークエルメツの得点が出ました。 5.1 から 5.3 です。まあ、非常にいい点を取ってますね、はい、やっぱりあの技術的な要素の高さというものは見てると思いますね。そしてプレゼンテーション、どうしても下がってしまいますよね、やっぱりコンマ5違う人、それからもっと違う人もいるんじゃないですか。コンマ5が最高ですか、どうしてもあのそういうタイプのペアですね。そうですね、でもショートの場合はいいですよ。